リーガ・エスパニョーラ第6節、ビジャレアル対レンシアの試合が現地時間18日に行われる。試合を前に、ビジャレアルでは負傷者が続出ており、2つのポジションで、第5節のアトレティ・マドリード戦から変更がありそうだ。今シーズンの久保健英はダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超1ヶ月無料お試し実施中。昨季リーグ戦35試合、18得点6アシスト、今季は、リーグ戦5試合で3得点1アシストを記録しているエースのジェラール・レノは、スペイン代表に招集された、期間中2週で、左ハムストリングを痛め、約3週間の離脱、予想されている。また、手薄な左サイドバック、補強するために、ワトフォードから獲得したルビス・エストゥピニャンもエクアドル代に招集されている間に試合で右足二頭筋大骨の筋肉を損傷した。約3週間離脱する見通しなっている。モレノのポジションに関しては割にサミュエル・チュクウエゼか久保健が先発起用されるとの見方が強い。スペイン・エル・デスマルケはチュクウエゼがカバーるスペインメディアエルペリオディコ・ティテラネオは、ポールポジションは、チュクエゼ。次に、久保と報じるなど、先発メンバーに、ユクエゼの名前を挙げる、海外メディアがくなっている。エストゥピニャンのポジションについては、スペイン紙、エルデスマルケとメディア、スポーツモールがアルフォンソ・ドラサの先発を予想した。他の代役候補としは、ハウメ・コスタの名前も挙がっている。かして、どのようなスタメンで、バレンシア戦に向くことになるのだろうか。